世界数少ない100億人のカナファンの皆さん、おはようございます。10月23日の朝です。はい、いつもはですね、西村さんが横にいるんですけど、今日はいないです。はい、それはなぜか、まだ西村さんが寝てるからではなく、むしろ逆で、西村さんがもう朝7時半にね、喫茶店が開くんですけど、その時間にも向かって今日一日編集作業をしているそうです。はい、うん、ということでね、僕も西村さん頑張ってるんでね、午前10時半僕も頑張んなきゃいけないんでね、はい、しっかり、はい、頑張ります。はい、もう二度寝をしてからね、今から二度寝をしてからしっかり頑張りたいと思ってます。はい、行ってきます。頑張ります。どうもこんばんは。こんばんは。あ、朝いなかったですけど、何してたんですか？朝、知ってるでしょうよ。朝僕は動画編集でカフェに引きこもってたんですよ。朝早くから。そうだったんですね。うん、そうだったの。8時には出てたよ、俺はもう。僕は完全に寝てましたね。うん。なんか一回起きたんじゃないかなっていう仕草を見せて、うん、寝たでしょ。一回起きたでしょ。何回か起きたの？一回っていうか、結構目覚ましが5回くらいだったんで、結構5回もなってた。本当に、はい、結構切ってましたけど、まあマジで全然、はい、はい、それはごめん。いや1回だけね、視察も出たコンビニってね、寝起きがいいんで、はい、そうね、寝起きめちゃくちゃいいもんね、はい、失礼しました。いやありがとうございます。失礼しましたじゃないですよ。すごいっすね、朝からずっともうやりまくってたでしょ。だってうん、やりまくってた。だってもうね、さっきまでやってたからね、12時、まあ、40分ぐらいまで、うん、うん、すごい、うん、すごい、すごいの一言しか出てこないですけど、まあ、うん、結構やれるんですよ。集中力続く方なんですよ、うん、没頭するんでね、すごいですね、いや本当に。だからね、もう本当もう思ったことを話してますけど、うん、動画西村さんが編集したのがめちゃくちゃ面白い。それは嬉しいね。自分で自分のねチャンネルを言うのはあれですけど、うん、いや本当いろんな動画見てるので、うん、特にパチンコ系は、うん、ここまでのクオリティの人、個人レベルではそういないです、本当に。うん、嬉しいね。それは嬉しいもん。めちゃくちゃ嬉しい。うん、からこそね、もっと影響力つけてこの素晴らしい動画をね、うん、より広めていかないと僕は失礼だと思ってます。うん、もうね、きっと時間の問題でしょう。そこまでやってくれるんだったらね。うん、はいはい。ね、うん、直島田さん、まあレベルまではちょっとあるかもしれないですけど、あ、まだ到達してませんか、まだ。いや、それはさすがに、まあ、歴史ですから、歴史が違うし、うん、しかも、まあ、向こうは、まあ、スピードも速いけど、まあ、質もすごいんでね。うん。うん、あれ、すごいよな。俺、何回か見たことあるんだけどね、うん、島田さんも。うん、まあ、なんか、編集どのことの前にさ、はい、多分構成が上手だよね、あの人ね。ああ、うん、とも、ね、よく喋るしさ。ね、うん、うまいし。うん、やっぱね、物がいいっていうのが一番いいだろ、結局。うん、料理と一緒。なるほど。うん、微妙な野菜使っててもね、はい、料理の量が良ければ美味しいかもしれない。確かにね、素材が大事ですね。そうですね。そういう意味では、ね、僕、素材が最高なんで。はい。いや、そうね。いや、それ以上の素材はないですよ。はい。だと思うね。うん、希望しかないですね、うん、僕たちのチャンネルは。希望の塊。うん、夢いっぱい、夢いっぱい。はい。で、僕もね、今4本抱えてて1本しか送ってないんで、ね。僕も何してたんだ。何をしていたんだ、本当に一体。何してたんだろうね、うん。とりあえず俺が聞いた情報だと、はい、昼ぐらいに1回ランニング行くっつって、で天気がいいからっつって。うんうん、もうそうなの、うん、でそれをやって昼寝して夕方ぐらいにまた帰ってきますわっつって、うん、帰ってきてから、うん、なんかちょいちょい動画編集してたなって、そんな感じでしたね。あ、まあね、うん、
僕と合流したのも昼12時ぐらいですからね。そこからランニング行って昼寝して、多分一回風呂入って、うん、飯食ってきてるはずなんで。そうですね。飯2回行ったな。だから夜食わなかったの。あ、そうですね。メガネも直して、あ、そうそう、メガネも直した、よかった、いい一日だったな。じゃあもうそうね、あ、撮影もしたね、あ、アイコン撮りましたね、新しくね、うん、うん、全部で200枚ぐらい撮ったぜ。おう、カラコちゃんだけど、これはカラコファンにはたまらないでしょう。LINE スタンプ作るんですよ、はい、LINE スタンプあるんですけどね、僕の LINE スタンプ、うん、なんか聞いたことあるんですよ、なんか前一回見た気がする、はい、よかった、友人に、そうしてください。というそんな中でね、うん、僕は自分のチャンネルをやっとね、お、立ち上げました。おお、なんかちょくちょく撮ってるのはなんか気づいてましたけど、もうなんやかんやね、7日分ぐらい溜まってるんですよ、うん、動画自体は。うんうんうん、あの、まあ、そもそも何やるのかって言ったら、ハロー日誌っていう、ね、うん、そういうチャンネル名でやっていくんですけど、うん、あの、編集をスーパー手抜きした動画たちが羅列されるんですけど、はい、内容としては、まあ、今こうやってね、うん、YouTuber やってるわけだけども、うん、これの裏側を見せていくような感じですね。あとは僕のその動画編集者っていう目線から気づいたことだったりとか、はい、これ知っといた方がいいよとか、うん、この技術結構いいぜとか、うん、最近こういうことしてるみたいな、はいはいはい、まあ、僕が、まあ、一応メインになってるそういうチャンネルですね。なるほど、ね、これから YouTube やりたいなとか、うんうん、この裏側はどうなってんだろうなとか、はいはい、うん、そういうことっていうのはうちのチャンネルの方で発信していくんで、うん、よかったら見てください。そうですね、はい、まだ自己紹介動画だけですけどね。しかも上がってるんですか。今もうちょっとでアップ管理するはずです。ああ、書き出してるって感じですかね。はい、そんな感じです。はい、この後西村さんには大変だって今疲れてると思いますけど、今日この動画をね、編集またするっていうのも撮ってますので。この動画の方は瞬殺だから、はい、ああ、そうですか、大丈夫、はい、サムネちょっと悩むぐらいだから、まあ、30分、45分あればなんとか、はい、です、死なないでくださいね、本当に。まあそうだな、ちょっとね、没頭しすぎちゃって飯食うの忘れたりとか寝るの忘れたりとかするから、うん、ちょっとね、本当に気をつけなきゃいけない、本当は気をつけなきゃいけない。そんな没頭できないですよ、うん、ね、なんかね、ちょっと変な性質なんだよね、うん、中国、前にさ、中国でさ、はい、ネットゲームやりまくって48時間飯食わずにやってたみたいなやつのニュースあったけどさ、はいはい、うん、ああいう感じになりかねない。ああ、うん、判断です、うん、ちょっと本当に気をつけて、僕はじゃあカットにしますよ、うんうん、ぜひカットにしてくれ、はい、よろしくお願いします、はい。はい、明日はまあ、うん、ほどほどに、うん、終わらせて、うん、午後にはうちに行きましょう、行こう、うんうんうん、うち行こう、はい、お金も稼がないと、そうですね、今はパチンコしかないですからね、基本的にはね、うん、そこまでですからね、はい、頑張ります、はい、では皆さん、おやすみなさい、おやすみなさい。チャンネル登録してね。